しました失礼しました。染谷さんいかがでしょうか。そうね、染谷君とはもうまあ本当よく会ってるんであまり大して言うこともないんですけど でも本当何のリーダーのかけらもなかったです。なるほど、リーダーなのに、もう外人部隊の集まりのように仕事をしてとっとと帰ると。プロとしてもう、はい、まあプロだからいいけどね、はい、すまん鈴木さんがですね、鈴木さんはね、さすが劇団エグザイル、ものすごく礼儀正しいんですよ。他もこんなどうしようもない輩ですからね、もう本当フリーな感じでもうだらーっとしてるんですけど、鈴木君だけ礼儀正しいのは、演技を褒めたわけじゃなくて礼儀正しさを褒めたんです。いやもうそれが演技にも出てます。あ、なるほどなるほど、もう本当素晴らしい。僕は鈴木君のような男子が好きです。最後柳さん、もう柳さんはねこれもまた言っちゃうんだけど、最後のカット多分1時間40分ぐらいのもう柳くんの最後のカット、僕はもう本当燃えました、男って感じでものすごくかっこいいんですよ。なるほど、そこは素晴らしい、もうそこはぜひ皆さん見てほしいね。ああよかった、最後ちゃんともうこうヘラヘラっとしてますけど監督無理になんか言わなくていいんですよ監督。今日は6月18日、語呂に合わせてロマンスがいっぱいということで、それぞれのそのロマンスに関してこれから、少し皆さんとやっていきたいと思うんですけれども、まあ今いろんなこうロマンス巷ではね、まあこれから夏ということもありまして、そのロマンスがこれからもたくさんあるわけなんですけれども、岡田さんもよく最近話題になっているキーワードで聞いたことあると思いますけれども、いわゆるちょっと前になりますけど壁ドンって聞いたことあります？はい、ありますよね。はい、はい、怒ってます？あ、怒ってないですよ。大丈夫ですか？いや怒ってないですよ。ね、壁ドンというのがあると思うんですけれども、はい、今回ですね、せっかくこのストレイヤーズクロニクルということでございまして、まあ、皆さんこれアクション超大作ということもありますので、我々の場合はこれが壁ドンではなくてですね、さらにそれを特殊能力を駆使した超壁ドン、そう超壁ドンっていうことは、まあ、壁がドカンっていうことなんですよ。ということで壁ドカン、はい、ありがとうございます。これからその壁ドカンをなんとキャストの皆さんにやっていただこうという、しかも普通だったら壁ドンってね男女かもしれませんけれども、なんと今日は男しかいないのでこの男の中でやってしまおうということで、独断と偏見でございますけれども、この壁ドカンを、実際にやっていただく方をこれから発表したいと思います。お客さんめっちゃ笑ってますけど、あ、ほら出てきた壁ドカン、ここまで本格的に、じゃあせっかくですので、ね、皆さんどうしようかなと迷ったんですけれども、ここはやっぱりそれぞれのリーダーにやってもらおうかなと思いまして、まず壁ドカンを実際にやっていただくのはチームスバルのリーダー岡田さん、そしてその壁ドカンを受けていただくのはチームアゲハのリーダー染谷さんにお願いしたいと。大丈夫ですか、これ本当に大丈夫ですか。大丈夫っていうのはどこにかかってるんですかね。なんかこうなんかね、なんか腹がない。皆さん大丈夫ですか、ね、あ、大丈夫のようです。本当？ええ、本当かな。実際にこうどうですか、壁ドンなんて最近やってないですよね。もう壁ドンなんてしょっちゅうやってますよ。お、しょっちゅうやってますか。しょっちゅうやってますよ。あ、じゃあ壁ドカンはどうですか。そうですね、今度はもう次は壁ドカンかなと思っていたのでありがとうございます。強引ですか、ごめんなさい、すいません。じゃあちょっとせっかくですので監督もいらっしゃるので、監督ちょっと演技指導をですね、こうやると演技指導、せっかくですので、そうですね、このでもドカンした後はもう一番目の前に皆さんがいらっしゃいますから、よろしいですか。どんな感じに監督これ一回やっちゃうともう、いや、まあじゃあまず岡田君がよくやってるという壁ドンをやってみましょう。じゃあまず普通の壁ドン、まず壁ドンをね、岡田君が男子、染谷君が女子、いや女子と男子じゃ、ごめん、男子男子のラブなるほどなるほど、どう、男子男子のラブだロマンスだよいや無理しょうがない、無理くりな企画なんだからそうですよね、これ本気のやつですよね、本気のやつ、まあ、いや本気じゃないよ、まだフリーリハーサル、
いやいや、じゃあ愛してる、愛してるよって、お俺が染谷に、ああああ僕も、まあ、僕もって言うんすか。それでじゃあ壁ドンして、はい、わかりました。なんかどういう顔で見ればいいのか分かんない、ま、違う映画の宣伝みたいな、リハーサルですね、リハーサルです、まあドカンはしないです、ファンなる壁ドンです。緊張してきた、まあ俺も恥ずかしいんだよ。はい、行きます、よーい、はい、愛してるよ、僕も。見つめ合わないと、見つめ合わないと、もうじゃあ5秒見つめ合って、はい、よーい、よーい、はい、ありがとうございます。申し訳ございません、もう監督も興奮して、監督靴紐がもうほどけてますけど、ありがとうございますありがとうございます。じゃあもうこれ一発勝負なんで、壁ドカンで、はい、今度壁ドカンということになりますんで、皆さんと共にカウントダウンで壁ドカンをやりたいと思います。監督は用意と言いますので、皆さんで5、4、3、2、1、壁ドカーンでいきます。いいですか、いいですか、5、4、3、2、1、壁ドカーンで一発ワンテイクでいきたいと思います。じゃあ皆さんよろしいですか、じゃあ監督用意お願いします。はい、じゃあいきます、よーい、5、4、3、2、1、壁ドカーン。最高の壁ドカンでした。冷たかった冷たかったなもう、今一度皆さんの最後のメッセージということで、岡田さんにじゃあぜひお願いしたいと思います。すいません、僕から岡田さん、はい、はい、壁ドカンをやりましたが、なんていうんですかね、本当に今回また新しいアクション映画ができたと思っております。そしてこれはアクションだけではなく、本当に人間ドラマがあり、青春があり、友情絆があります。皆さんの心にとても響くものがあると思っております。この映画を見て何かこう少しでも感じていただけたら嬉しいです。今日は来ていただき本当にありがとうございました。